The Sustainable Materials Research Division of iST is working to achieve a light control mirror which can switch between transparent and reflective states. その原因としましては、表面にマグネシウムをベースにした金属のコーティング層があります。それがなんか厚みは大体40ナノの非常に薄い薄膜になっておりまして、その40ナノという薄い薄膜、金属薄膜になりますと、まあ、鏡の状態を示します。それに対しまして、まあ、薄い水素、希釈した水素ガスにそういう40ナノの非常に薄い金属膜が触れますと、まあ、そのマグネシウム金属薄膜と、まあ、水素が化学反応を起こしまして、まあ、水素の化合物というのができます。その水素の化合物がこういう40ナノという非常に薄いオーダーになりますと透明な状態になるという現象が発見されておりまして、その結果としまして金属状態、鏡の状態から透明な状態を何度も科学的にスイッチングできるという原理になっています。As well as hydrogen gas, hydrogen ions can be used to switch electrically between the reflective and transparent states. This method results in higher durability and switching frequency. On the other hand, the method using hydrogen gas enables a simpler structure, so it's easier to use for larger items. これは例えばこういう金属層を使いますと、まあ、表面金属鏡ですので、例えば真夏直射日光をこの鏡状態で反射することにより、まあ、室内で赤外光、熱を取り入れることをシャットアウトすることができるため、例えば夏場こういう鏡状態にしておきますと、まあ、外出時、不在時とかは、まあ、家の中は非常にクールに保つことができると。あとはこちらの方ですと、まあ、電気デバイスでありますので、まあ、そういう小型のものの応用としまして、まあ、センサーとか光学スイッチング素子、まあ、電子デバイスとか光学電子デバイス、まあ、いわゆる携帯端末や、まあ、デジタルカメラと、まあ、そういうところにもニーズ等あれば応用できるかと考えております。